ちのいいところだよ、本当。光一本当は何者なの？私の判決室が全然効かないどころか私の近接をこんなにたやすく？このステラという女、実力だけなら WCG で鎧上に入れるレベル。私が手も足も出ないのだから間違いない。弱いね、大口叩くからどれだけ強いか期待しちゃったけど、取り越し苦労だったかな。そんなに強いならぜひ防衛軍に入りなよ。君はどんな理由でそこまでの力を身につけたの？さあ、私は生まれて狩猟なんてしたことありませんからねー。そんな私が狩猟をしたらどうなるか。君と公文なんて求めてないし。冗談として、死に物狂いで鍛錬を積んでいた力ね。でも防衛軍へのお誘いは遠慮させてもらう。やりたいことの方向性が違うからね。防衛軍は正義かもしれないけど本当の悪を倒す組織ではない。中立に立たされたり、保護したり、管理したり、やっていることはどちらかといえば正義というより中立、均衡維持に近い。それじゃあ本当の平和を勝ち取るなんて到底無理。だから私は独自で動いているの。把握できた、防衛軍。驚くほど詳しいね。もともと所属してたってくらい内情も知ってるじゃん。だからこそうさんくさい。そこまでの情報を知ってるのに私のことは知らないなんてありえないでしょ。知ってて喧嘩売ってるんだよね。立ち悪いね。そりゃそうだ。それじゃあどうする？知りすぎてる奴は野放しにはできないってことになるね。こりゃあ負けられないね。さて、これくらいオーラ出したけど、どれだけ誠意を見せてくれる？覚悟を見せる？挑発してきてる。なんか個人的に勘に触ることしたっけ。にしても強いな。オーラもしっかり私以上。ここまでの相手とわざわざプライベートで殴り合う必要性ないしな。でも、逃げるって選択肢は後味悪いよねー。なんかもやっとするし。たくさん勉強したんだろうね、私を。だけど一つ勘違いしてるようだから教えてやる。隊長、副隊長はあの場で全力ではない。それはシステム面を把握し、考慮しているからね。バカみたいにオーラを出して戦えば今年度のメリア VS 石化みたいに簡単に会場のシステムが壊れる。だから私たちはあえて制限し配慮し、その上で限られた条件の中戦っている。あれだけ強いと言われてる世界最強の筒より発砲だって本気じゃない。もちろん指揮統やも有名な指揮解放を今まで大会で使ったこともない。悪名高いファルドラだって、東京で街全体を巻き込む虚構迷宮を作り上げた。アランだって万全の状況なら大会の時よりも強い。バハートだって同じ、制限の中であの強さだ。計算違いするなよ。私の半物質だって制限さえなくせばもっと。知ってるわよ。それくらい常識じゃない。知ってるわよ。あなたたちはどっちかでやって過剰にできたって。でも私は違う。私は常に全力で挑んできた。出し惜しみできるほどの能力なんて持ち合わせてないしね。出世するなら覚えておけ。常に全力で生きろ。手加減してる自分かっけー。が許されるのは精神年齢お子様までよ。わかったら今後手抜き自慢ばかりせずに本気で言ってみろ。今度はこうやって一方的にならないようにね。そ、なんでさっきから半物質が効かないの？あらや、気を失っちゃったわね。どうせ抜けた隊長枠にチェーン入るだろうから避難してあげたつもりだったんだけど、まだまだ弱いわね。いや、普通にやりすぎだから。ここまでやったら正当防衛も成り立たないからな。いやいや、防衛軍の副隊長、ましてや現在隊長最有力候補がこんな一般人相手にボコボコにされたらダメでしょ。あんたを一般人ってカテゴリーに入れたらダメだろ。でもこの子たちなんで私たちのことを追ってたのかしらね。ああ、それは多分指揮石化だな。理論が電話かけようとしてたのが指揮石化だったからね。石化ちゃんか、どうしたのかしら。別にあの子は私の正体知ってるし、こんな防衛軍を使ってまで。でそっか、私今の携帯番号違うんだ。そりゃあ繋がらないわけだわ。それじゃあ私は第三部隊にこの子放り込んでから石化ちゃんに接触してくるけど、ハルはどうする？目的は達成できたの？ああ、でも完全に別れは告げられなかった。甘いね、僕も。後悔してないならいいわよ。と言ってもこれから先後悔することだらけの旅になりそうだけどね。それは嫌というほど理解したさ。きっとこれから先何度も後悔して泣くことになるし泣かせることもあるんだってさ。ああ、仕事面倒くさい。定時5分前か。もういいか。どうせ窓際幹部だし、誰も仕事以外で関わろうともしてこないだろうしな。それに仕事で関わってもパワハラだ、カスハラだ、モラハラだ、ハラハラうるさいからね。嫌な世の中だと SNS に愚痴って出勤の愚痴を書いて、それから会社に入ろう。そうしよう。まずはカスハラ一丁。近くまで来てるならさっさと出社しろ。ポケット防衛軍前で立つな。なんだこの子供、現実的に見て不審すぎるんだけど。これ、防衛軍の落とし物、無償で届けに来たんだからしっかり管理して。うわぁ、大人一人を片手で突き出してきた一般人初めて見たよ。とりあえず救護班呼ぶか。触ったらセクハラだし、無視したらモラハラだし、現実善意も全てあだで返す世界だからさ、困るんだよね。とりあえず名前とかを。って、もういないし、いなくなった気配もわからなかった。変な一般人だったな。
本当に戦闘の気配を感じたの。逆に石化は感じなかったの。あのバカでかいオーラ、あれだけのオーラ量、隣の国にいても感じるくらいだったわ。私の探知はデスペナでかなり鈍ってるから、近くないとちょっと。とりあえずついてきて、少なくともその気配の一つはシェーンさんの気配だったんだから。私にどうしろっていうのよ。説得するほど仲良くないわよ、私。この二人、すごいのかすごくないのかわからないわね。私はこれからどうなっていくのか、この二人を見ているとわからなくなる。という感じなんだったっけ。私はこうなる前はどう過ごして、どう未来を見据えていたんだっけ。それがわからなくなる。それくらいあの二人は私にとって生きしるべにならないほどの無視すぎるか。はい、元凶見つけた。誰、このヘンテコ仮面。へえ、しっかり仮面の効果出てるのね。安心したわ。わざわざ防衛軍まで使って私を探した理由、聞きに来たわよ。いくらから来てくれた。ねえ、あとは、マリアちゃんは、旅行迷宮から出てどうなったの？ねえ。待った待った、落ち着いて、まずは連絡先を交換しましょう。お互い名刺がないからまずは順序よく話しましょう。落ち着きなさい、せっか。ステラは私たちの要件を知らないんだから、順を追って説明しないと。それに結末は聞いているでしょ。まずは辻褄合わせよ。ステラがどこまで知ってるか、その再確認でしょ。まさか。別れてすぐにパト君がそんなことに、もう少し一緒にいてあげれば状況が変わっていたのかしらね。少なくともパト君を一人にさせることはしなかったでしょうね。地球外って規格外すぎてちょっと思考が追いつかないけどね。いや、放火さんまで行方不明になってたらと思うと。タイミングよく別れていてくれてよかったと思うわ。でもまさかラディウスが死亡、アルドラが私たち側についたっていうのが真実なんて。なかなか想定できる結末ではなかったわね。まったくパトのやることはたまに想定外を超えてくるから困るわ。それで今ファルドラは何をしてるの？さあ、今自由行動にしてるから自分の妹のことでも考えながらもだえているんじゃない？僕の妹って本当世界一可愛いと思うんだよな。そのことについて裏垢で語り明かしたい。でも携帯がない。早く契約してこないとな。それで、この人は誰？ずっとこの人の前で普通にヤバい情報晒してるけど、新しい仲間。何言ってるの、ムーナよ、私たちが捉えてた視聴。随分雰囲気変わったわね、若さと化粧ってすごいわ。というか今の話聞いてた、私今悪心境殲滅で動いているんだけど、敵なんだけど。でもルイがいたから大視聴を欺いてパトやメリアちゃんの情報を得たのよ。思惑通りスパイとして本人も納得して動いてくれている、私はルイを信用してるわ。せっかちゃんがそこまで言うなら別に、多少は疑うけど。というか悪心境壊滅に動くならルイを連れて行ったらどう。何を言って、私たちは別に悪心境と絶対に戦いたいってわけじゃないし、そこまでルイが必要となる場面ってそうそうないと思うの。だけど放火さんの黄金鏡なら悪心境をずっと追いかけ回す組織、そこにいれば少なくとも私たちと一緒にいるより有意義に過ごせると思うわ。少なくともネルやメリアちゃんの尋問やエビリは受けなくて済むかもね。ルイは有用物件よ。悪視圏で物を何でも作れるし、スパイとしても使えるし、現役市長だから扱い方次第だと黄金鏡の活動にすごく貢献できると思うわよ。まあ行く限りだと確かに欲しいけど、事前に情報入手できれば今まで後手だったものが先手を打てるようになるわけだし。あなたはどうなの？無理強いはしないけど。言っておくけど私たちに合わせるとなると結構過酷なことを強いることになるわよ。私は、多分ここが私の分岐点。私は今まで自分にとって楽な選択をしてきた、そして多くの人に迷惑をかけた。なら次は私自身にとって厳しい道を選ぶ、その先は一体どんな道なのか。絶対に役に立つとは言えない。だけど利益は出す。それは約束する。もう同じ過ちを繰り返したくないから。そう、私は私利私欲でしか動かない。私の正義を信じ、貢献する覚悟があるなら歓迎するわ。私の正義は他から見れば悪心境よりも歪な悪に見えるかもしれない。誰かに感謝される中、必ず誰かに恨まれる。そんな道、平和とは程遠い人生を歩むことになる。それでも来る。それって普通のことじゃないですか。前を向いて歩けば困難は必ず訪れます。それは楽な道でも同じでした。困難な道はきっと壁が頻繁に現れるでしょうね。それも理不尽なものも含めて。私は行きますよ。私の価値が悪心境とは違う何かで証明されるなら。いい顔するじゃない。せっかちゃん、この子、玉はるいは私が預かるわ。どうぞ、仲良くしてよね。せっかくいい人材を渡したんだから。それで私たちで何か手伝えることはある。何もないかな。私たちも明日日本に帰るつもり。みんなの情報をまとめてパトとメリアちゃんを追いかける方法を探すわ。
そう、なら私はまだやることが残ってるから、あとパト君が戻ってきたら連絡ちょうだい。こんな時で悪いけどこの仮面とフード、もっと呼びが欲しくて。わかったわ、連絡先交換したし、今度はもっと楽に連絡が取れるわね。ルイも、頑張りなさいよ。私を信用してくれて感謝するわ。せっか、あとことかちゃんにもお礼を言っておいて、あなたのおかげで買われたって。きっと喜ぶわね。それじゃあまたどこかで。よし、いきなりだったけど頑張ろう。自分の人生を変えるために。そういえば荷物を取りに行かないとね。ホテルに置いてるの。そうだ、荷物。せっかと同じ部屋。あんな別れ方をしてホテルの部屋で会うのは恥ずかしい。急いで取りに戻らないと。あの子、結構なギャルメイクしてたわよね。私はそういうの疎いからしっかり理解してあげないと。もしかすると私の趣味とか合わないかも。まずはどうやって馴染んでもらうか。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。